ナマケモノ健康美容チャンネルのハスカです。今日も家の中で歩いていきましょう。5種類を1分ずつ行っていきます。まず1つ目、通常の足踏みをしていきましょう。1分です。せーの、スタート。はい、では足踏みをしていきましょう。この足踏みですね、結構普段でも歩き方に関係してきますので、できるだけ大きく動かすようにしてみてください。この足がですね、結構上がるのが低い方っていうのは、普段からでも足が全然上がっていないのでつまずいてしまう方って多くないでしょうか。なのでできるだけ高く上げてみてください。残り30秒です。体を大きく動かせば動かすほど普段の歩き方にも影響してきます。より大股で歩けるようになってくるんですね。そうすると歩幅が大きくなり、体力の減少も抑えられます。効率よく歩けるようになるんですね。残り10秒です。あともう少し頑張っていきましょう。あともうちょっと歩いて、腕も足も振っていきましょう。 OK、 2つ目、次は足裏タッチですね。このように片足を上げて足の裏をタッチしていきます。横から見るとこんな感じですね。このように特にかかとあたりですねをタッチしていきます。1分です。せーの、スタート。はい、では足の裏をタッチしていきましょう。このように簡単にタッチしているように見えるんですけども、これね、足をですね、まま上げていかないとですね、この足裏にタッチできませんので、できるだけ高く上げるように意識してみてください。これやるときはですね、壁際とかですね、前の安全を確認しながら行ってくださいね。こけないように注意してやってください。残り30秒です。片足立ちで靴下を履く方もいらっしゃるかと思いますが、その時にですね、ふらついてしまう方は足の筋肉も弱ってしまっているので、これをすることでそのバランス感覚を整えることもできます。ぜひチャレンジしてみてください。残り10秒です。太ももの内側あたりが疲れるかと思いますが、疲れているということはしっかりと疲れている証拠です。頑張っていきましょう。 OK、 3つ目、先ほどは前で足の裏を触りましたが、次は後ろ足ですね。後ろに足を上げて、その時に足の裏をタッチしていきます。1分です。せーの、スタート。はい、では後ろ足を上げてタッチしていきましょう。これをやる際のコツとしましては、足を上げた時にその足上げた足の反対側の手で足の裏を触るようにしてみてください。そして体をですね、こうやってひねりながら行うとよりやりやすいです。なので上半身と下半身の動きですね、これを合わせないとなかなかですね、こうやって触ることができません。残り30秒です。ゆっくりで構いませんので、体をひねりながらリズムよく行うようにしてみてください。この際は1、2、1、2みたいな感じでリズムよく行えれば、必ず体が合ってきますので、慣れるまではゆっくりゆっくりやっていってください。残り10秒です。慣れてくればスピードアップして動かしてみてくださいね。ですが、まあ焦げないように気をつけながらやってみてください。はい、 OK。 4つ目、次はランジっていう動きですね。足を少し前に出して膝を曲げる動きですね。こういう感じで少し前に足を出して膝を曲げる、そして太ももに力を入れるという動きです。1分です。せーの、スタート。はい、ではゆっくりで構いませんので、足をですね、前に出して太ももに力が入るぐらいに足を落としてください。今は低いですが、慣れてきたらこの足をですね、
もっとですね、深くぐーっと落としてから地面を蹴るようにして元にすれば、もっとですね、この太ももの筋肉っていうのがついてきますので、できる方はですね、どんどんやっていってください。膝が痛い方などは無理しないでくださいね。残り30秒です。太ももの方はどうでしょうか？結構使えている感じありますか？この太ももの筋肉っていうのは人体の中で一番大きな筋肉なので、ここを鍛えておけば歩く時にもどんどん楽に歩けるようになっていきますので、頑張っていきましょう。残り10秒です。はい、最後までしっかりと動かしていきましょう。深く落とせる方は深く落として、浅くいける方は浅くでも大丈夫です。最後まで頑張りましょう。 OK。 はい、最後の5個目ですね。次は横スクワットいきますね。横に足を出して太ももに力を入れていきましょう。手は前で合わせておくと楽ですよ。1分です。せーの、スタート。はい、最後ですね、手を前で合わせて横にサイドスクワットをしていきましょう。さっきは前の太ももの方を鍛えましたが、次は横の筋肉を鍛えております。なので太ももの横のあたりが使われているのを感じるはずです。あと股関節が硬くてここまで開けないよという方もいらっしゃるかと思いますので、その方はできる範囲で開いて行ってみてください。残り30秒です。太ももの横のあたりが疲れているのを感じますか？そしてこの時にまた姿勢がですね、崩れて行ってしまいますと、足に正確な力が伝わらないので、姿勢はまっすぐするように行ってください。残り10秒です。ラストスパート、あともう少しですよ。頑張っていきましょう。キョモちゃんもですね、横から応援しております。頑張れ頑張れ、あともうちょっと。OK。 はい、皆さんお疲れ様でした。ここまで来れた皆さんは最高です。終わった後はですね、体にですね、終わったよっていう合図を送ってあげてください。軽くね、叩いてあげたり動かしてあげたりすると体が緩んでいきます。あとですね、またわからないことなど質問等ありましたら、この後に紹介する LINE アットの方にご連絡ください。この動画を見ていただいている皆さんが、今日一日最高の日になりますように。今回の動画が良かったなと思った方はぜひですね、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いいたします。 LINE 公式アカウントではご登録いただくと症状お悩み別動画をプレゼントしています。動画の説明欄から LINE 公式アカウントをポチッと押していただいて登録お願いします。では動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた。